逃げかなっていう風にちょっと思ってしまいました。なんか浅いなと思っちゃって。今んとこマジで100万円あげたい。気合が足りなかったのかな。まず言ってるんじゃないか、俺だったら思っちゃうというか。こんばんは。モエロプロジェクト by HDI&GKKJ、 いよいよ最終審査、番組収録の日となりました。この日がついにやってきたわけなんですけども、まず最初に自己紹介として、私 GKKJ の大輝と申します。本日 MC を務めさせていただくんですが、急遽抜擢ということで初めての、経験となっておりますので、僕も今回の挑戦者と同じように、フレッシュな気持ちで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、モエロプロジェクトについてなんですが、改めまして、説明させていただきます。モエロプロジェクトとは、夢を持つ全国の学生ダンサーたちに100万円を、投資しましょうという企画でして、学生ダンサーを、応援するプロジェクトとなっております。そしてその主要目的は自由であり、この人を応援したいと思わせてくれた1名にリターン不要の、100万円を投資しますという企画になっております。このプロジェクトはですね、海外ダンス留学をもとし若手ダンサーの育成を手掛け、輩出を行っている HDI、 そして、数々の大規模イベントやフェスを主催している、GKKJ の共同プロジェクトとなっております。北は北海道、南は沖縄から200名を超える、数々のたくさんの応募をいただき、そこをくぐり抜けてラスト残った10名が本日ここにお越しいただいております。本当にですね、最終審査非常に熱いものになると思うので、僕自身若い人たちの夢を聞けることをすごい楽しみにしているんですが、その最終審査にふさわしい審査員の方々をまずご紹介しようと思います。まずはこの方、株式会社モーブロー代表取締役、マサオさんです。よろしくお願いします。ちょっと若い人たちの、夢を実際にこうやって聞けるっていうのはちょっと僕も勉強になるなと思って楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。続きまして、株式会社 HDI 代表取締役、のっちさんです。のっちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。のっちさん一言お願いします。もう楽しみすぎて燃えちゃってます。よろしくお願いします。それでは続きまして、株式会社 GKKJ 代表取締役、よしきくんです。よろしくお願いします。はい、よしきです。よろしくお願いします。一言お願いします。はい、今日決勝に残った10名が、ここで熱い燃える最高のプレゼントダンスを見せてくれるということで、僕も燃えて審査したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは続きまして、ファビュラスシスターズよりルーさんです。よろしくお願いします。ルーです。よろしくお願いします。お願いします。一言お願いします。はい、そうですね、みんなのパフォーマンスももちろんですけど、まあ、これから考えていることだったり、みんなのこう人生これからどうしていきたいかっていうのをこう聞けるのがものすごく楽しみです。頑張って審査したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後にこの方、株式会社キングオブスワッグ代表取締役、 D さんです。よろしくお願いします。どうも D です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一言、はい、はい、今の若い子がどういうダンスをするのか、どういうビジョンを持っているのか、そこをしっかりちゃんと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上の豪華な5名の方に審査をしていただきます。よろしくお願いします。いよいよこれからモエロプロジェクト決勝戦が始まるわけなんですが、ここでルール説明をさせていただきます。まずこれから事前に抽選によって決められた10番順番で1人ずつ候補者の方に登場していただきます。まずダンサーらしく自己紹介をダンスパフォーマンスでしていただきます。その後3分間のプレゼンタイムとなりますので、自分の夢について、100万円の使い道について、熱く3分間語っていただきます。その後審査員の方々からの質疑応答タイムを4分間設けさせていただいて、1組目終了という流れで、10人の方にこれから登場してきていただきます。その10名すべて終了した後に審査員の方々で、審議のタイムに入っていただき、そしていよいよ最後優勝者が決定という流れになっております。それでは早速モエロプロジェクト決勝戦を始めていきましょう。最初の候補者の方はこちらです。柳川朱里、16歳大阪出身です。この企画を知った時はこれはもうするしかないと思いました。やっぱりその自分の今の実力を知りたいっていうのもありますけど、100万円をもらえるっていう、自分がこれを使って日本のダンスシーンを盛り上げたいっていう気持ちが強かったので、
カムロダンススタジオのお茶と申します。ダンスを始めたてから趣里がほんまこれぐらいの時から知ってます。一言で言うとめっちゃいい子、めっちゃ明るくてダンスほんまに好きな感じが溢れてて、ワークショップでも海外でみんな緊張してる中ただ一人気持ちよさそうに爆発して踊るというか目引くと思うんですね。緊張を跳ねのけて本戦では大爆発してください。自分もともと喋るのが下手なんでみんな持ってる夢とかその目標がすごいなって思ったんですけど、もうダンスが好きっていう気持ちはダンスやってる誰よりも負けへんっていうぐらい気持ちは強いんで、自分のことを応援してくれてる人たちの力でもあるので誰を裏切らへんように、全力で悔いのないようにぶちかましたいと思ってます。よろしくお願いします。それではここからプレゼンタイムとなります。制限時間は3分間です。それでは始めていただきましょう。高校2年生の男子趣里です。僕の夢は今ダンスをしている子らがその趣里くんみたいになりたいとか、その趣里くんみたいになることが夢ですって言ってもらえるようなダンサーになることが今の自分の一個の夢なんですけど、それの、目標としてその今の日本のダンスシーン自体をもっと盛り上げたいっていうのが あって、それなんでかって言ったら、そのこの前歌番組をテレビで見てた時に作詞と作曲の名前の人は出るのに、その後ろに踊ってるバックダンサー の振付師とかの名前が出なかったんですよ。でそれにちょっと疑問をずっと抱いててやっぱりダンサーってやっぱりその歌の後ろっていうイメージが強いですけど、やっぱりもっと前になんかそのダンサーがメインの舞台もあってもいいんじゃないかなって思ってて、そのだからこそやっぱりそのダンスをもっと盛り上げてそのダンサーがメインになる時代を作りたいと思ってます。でもし自分がその100万円をいただいたら、そのワークショップを地方にいっぱい開催して、そのはい、その交通費とか宿泊代とかレンタル代とかにその費用は使いたいと思ってます。でなんでその地方に回らないといけないのかっていうあれなんですけど、そのやっぱりその地方やからとか、そのズーム審査でその他の人たちのを見てたんですけど、そのやっぱり地方やからとかこの県やからっていうのがやっぱり声がいっぱいあって、そういうのってやっぱり悔しいですし、やっぱりその自分もよく地方行くんですけど、隠れてるダンサーっていっぱいいると思うんですよ。そのやっぱりもっとなんかめっちゃうまいけどそんなに初めて見たとか、その初めましての人もいっぱいいるから、その人をもっといろんな人に見てほしいっていうのがあって、その地方に回りたいと思って、1分前それでその地方の回って、その
そのピックアップを 何人か選ばせてもらって、ダンスビデオを一緒に撮って、それを SNS にアップして、でそれでそのこの地域にはもっとこんなダンサーがおるとか、ここにはこんなもっとやばいダンサーがおるっていうのをいろんな人に知ってもらいたくて、でそしたらその SNS ってそのやっぱり外国の人もいるし、だからその外国の人が日本のダンサーやべえとか、日本の先生に踊りたい、日本の先生と踊りたいって言ってもらえるような、その日本のダンスシーンを作っていきたいと思ってます。でその最初に話したんですけど、そのやっぱり日本のダンスシーンがもっと盛り上がってきたら、やっぱりそのメジャーなところにダンサーが、あの名前が上がる時代もそんなに多分夢じゃないと思うんで、僕はそのちょっとでも早くそのダンサーがメインになる時代を、あのちょっとでも早く作りたくて、今この活動をしようと思ってます。ありがとうございました。それでは、4分間の質疑応答タイムと入らさせていただきます。審査員の方から質問の方をお願いいたします。よしきさん、お願いいたします。はい、しゅり君お疲れ様です。お疲れ様です。ダンスバカうまいですね。いや、すごいダンス好きなんだなっていうのがめちゃくちゃ伝わったんですけど、まあそのしゅり君の思いをこう聞いてて、僕が率直に思ったのは、まあつまり今のこのダンサーの地位の価値を上げたいっていうことなのかなっていうのはすごい、まあ、言ってることはあの伝わってきたんですけど、まあ、実際にそのワークショップを全国で回って、あの各地で趣里がじゃあワークショップを開いて、その100万円を使ってでみんなとビデオを撮ってアップして SNS でまあバズらせるみたいな、果たしてその企画自体がその地位向上につながるのかなって、まあ、こう率直に思ったっていうところはあるんですけど、趣里的にそのどうやってその価値をダンサーの今のその価値を上げれるって思いますか？どうやったら。そのやっぱりあのそのやっぱ隠れてるダンサーってさっきも言ったんですけど、そのやっぱりもっとやばいダンサーがその地方にいっぱいいる中、やっぱりその初めて見る子もいっぱいいるじゃないですか。だからその人たちをちょっとでもそのちょっとずつでもその一気にやっぱりその日本のダンスシーンをこうやって盛り上げるっていうのは絶対無理なんで、そのちょっとずつでもその SNS にアップしていって、なんだら外国の人も見て、でその日本人もいっぱい見て、だからここにはこんな人やばい人がおるっていうのをちょっとずつこうやって上げていって、その地方の人たちにもその自分のレプレゼンしている場所とかをその盛り上げてもらって、そしたらあの全体的に見たときに、その地方が盛り、ここが盛り上がってる、ここが盛り上がってる、ここ盛り上がってる、ここ盛り上がってるで、その日本全体が盛り上がるって思ってて、そのだからそのやっぱりそのワークショップ開催して、そのやっぱり隠れてるダンサーとかをもっとあの前にあの見て、みんないろんな人に見てほしいっていうあれです、気持ちがあります。なるほど、趣里をツールにしていろんなダンサーを発掘したい。そうです。はいはいはい、いや素晴らしいと思います。あのそうはね、すごいその思いがダンスで伝わってきたのが個人的にはめちゃくちゃ良かったかなと思います。はい、ありがとうございます。ダンサー界を盛り上げたいと、はい、今は盛り上がってないと感じてるってことかな。あのやっぱり今十分その盛り上がってるっていうのもあるんですけど、やっぱりそのダンサーだけのくくりで見たら盛り上がってるかもしれないですけど、その全体的にその例えばそのダンスやってない人からしたら、やっぱりそのあの何やろ、歌とか野球とかそのサッカーとかっていうぐらいメジャーなあれじゃないと思うんですよ今って。だからこ そ, そのアメリカってもうそのダンスがもう何やろ、その主流といいますか、その乗り方とかもそうですし、それがもうあのもうなんていうの、そのダンスがその好きっていうのがもうアメリカはもう全部伝わってくると思うんですけど、その日本がそのやっぱりその何やろ、そのあの盛り上がってないとかじゃなくて、その全体的に見たときにそのダンスがやっぱりそのまだその歌とかに比べてやっぱりその知名度といいますか、そのダンスやってない人がまだ多いっていうのはあって、だからそのことダンスやってない人たちにもダンスをもっと知ってもらいたいっていうのもありますね。じゃあダンスを、地方のダンサーを盛り上げたいっていうのと、知名度をダンサー の, そのまあ価値だったり知名度を上げたいっていう目標がいっぱいあるってことだよね、これね。はい、なるほど。だからあの地方でそのやっぱり盛り上がって、その地方がだんだんこうやって盛り上がってきたら、そのやっぱり外から見たときに日本全体がこうやっぱりそのそこだけに集中したらそこだけが盛り上がってるかもしれないですけど、なんか広く見たらもっと日本全体が盛り上がるんじゃないかなって思ってて。そうですね、はい。なんか今って、まあ、誰でも SNS ができて、みんな多分
誰でも発信できる世の中になっていると思うの。だから例えば地方だから盛り上がらないとか、地方だから発信できないっていうことはないと思うのね。でみんながもう今個人で発信できるの、誰もお金かからず0円でできる状態で盛り上がると思えば多分みんな盛り上がれる中で、地方を盛り上げるっていうところで言うとちょっと漠然としてるのかなと思ってて、なんかその発信できなければ例えばワークショップ行って趣里君が動画を撮って自分の SNS で上げてあげるっていうのは分かるんだけど、今基本誰でも SNS で、上げれる状態なわけよ。そのやっぱりきっかけがないと思うんですよ、うん、今そのやっぱりそのダンス上手くても SNS とか見たらダンスの動画上げてない人とかもやっぱりいますし、だからそういう人たちにそのもっとその SNS にダンス上げたりっていうのもその一緒に僕もまだ手探りなんですけど一緒にそう勉強していきたいなと思ってます、その人たちと。はい、はい、以上で4分間となりましたので、質疑応答タイム終了とさせていただきます。趣里君ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれではちょっと、今の趣里君についてちょっと振り返っていきたいんですけど、逆にちょっと今質疑応答タイムで答えられなかったと思うんですけど、じゃあ D 君何か思ったことあればどうですか、趣里君。いやあれですね、SNS っていう言葉俺らのね時はね、若い時はそういうのなかったんで、いやまあ頑張ってほしいですね。はい、なるほど。世界を変えるっていうとこは俺も同じ気持ちなんで、ただねやっぱ世界を変えるダンス界を変えるっていうのは一人じゃ多分できないんでね、仲間がいないとっていう感じですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。それでは続いての候補者はこちらの方です。児玉花火です。20歳です。今は神戸に住んでます。主にダンサーとして活動しつつ、チーム活動とかを中心にやっています。全国大会とかでも入賞を何度かしたり、去年は WOD で Nイズムというチームとして世界一になりました。増本理子です。はやちゃんと大学が同じで学部が同じで、はやちゃんのすごい魅力やと思うところが勉強とダンスをすごい上手に両立しているなっていうのをすごい感じていて、はやちゃんの夢とかはよく聞いてて、すごいカリスマ性もあるし、すごい心も優しい子やから本当に応援してます。自分自身やっぱりなんとなく頭にあったものが言語化することで足りないものとかより見えてきたし、自分に必要なものっていうのも考える機会にもなったし、もうぜひ100万円をゲットして自分の夢に向けて全力で頑張る機会にさせていただきたいなって思ってます。Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner light, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, we'll be better.Now, if I let my
could have said to make your heart beat better. If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so awfully so. Before you go. それではここからプレゼンタイムとなります。制限時間は3分間です。ではよろしくお願いします。はい、お願いします。まず皆さんに質問があるんですけど、私たちダンサーがめっちゃ魂込めて行ってる芸術活動って一般層まで届いてると思いますか？私は今までダンス経験とか舞台経験をしてきて、ダンサーも見てほしいけど一般の人だからこそ見てほしい舞台っていっぱい魂込めてやってきたんですけど、なかなかその人が見に来ないから伝わらなくて、それが悔しくて、そこで私はダンスと社会の架け橋になることを決意しました。で、一般の社会の人たちが私たちに注目してもらうためには、やっぱり今まで通りじゃなくてこっちからアプローチをかける必要があると考えました。で、大学とかでいっぱい勉強していく中で、一般社会には SDGs とか解決しなくちゃいけない問題がたくさんあることに気づきました。そこで私はそこの役割を自分自身が担いたいって思うようになりました。具体的には私がアパレル団体を立ち上げたいと思ってます。で、次がビジネスモデルチックなものになります。サステイナブルなアパレル団体ってあると思うんですけど、ダンス界に衣装提供を第一にします。で、第二に衣装を回収します。余った衣装とか着れなくなった衣装を回収します。で、書いてないんですけど、一般層の方にもお洋服を届けて、と利益を上げて、そして一般社会との関係性もの強化に努めたいと思ってます。で、これが実現すれば私たちは社会問題にアプローチできて、問題解決に寄与できると思ってます。どういうこと、何言ってんのって思ったかもしれません。ってことで次のページ見てください。具体的に2つの流れを考えてます。1つは利益、商品販売とかで売り上げた利益を一部寄付することで難民とか貧困層の方を助けて、あと回収した衣装を途上国で販売することで資源の再利用と現地での雇用を創出して、ダンス界から SDGs にの目標達成に寄与していきたいです。で、次のページ見てもらって、その私のビジネスモデルが達成された後の社会は、社会からダンスってめっちゃ必須やんな、やばい、欲しいってなると思ってます。そうなればもっとSDGs とかを使えば一般企業からの注目度も集まって、私たちの芸術活動ももっと届くようになると思ってます。で、最後に100万円の使い道なんですけど、正直この企画は100万円で達成できないと思ってます。でも、だからこそ初めの第一歩として、まずインターネットサイトを立ち上げて全国から衣装を回収するっていう動きから始めたいと思ってます。10秒前。もし賛同していただけるなら、ぜひ私に100万円を投資していただきたいです。よろしくお願いします。はい、花火さん、ありがとうございました。それでは、4分間の質疑応答タイムと入らさせていただきます。審査員の方、質問ある方いらっしゃいますか？じゃあ、正雄さん、お願いいたします。はい、今プレゼン資料を見せていただいているんですが、はい、衣装を回収してリメイクして、はい、これは途上国で販売っていうのは具体的にどういう人が衣装を買うことを想定されているんですか？やっぱ衣装ってなるとやっぱ買いにくいと思うんで、それをちゃんと服に着れるように再利用して、それを、まあ、普通に一般に着れる服として販売したいなと思ってます。他、のちさん、はい、お願いします。この考えてくれたやつ、先ほど、はい、100万円では、まあ、無理だっていう風な形で言ってたんですけど、はい、逆に、いくら必要なんですか？もう最終目標まで行くとしたら自分でも正直見えないんですけど、この100万円でできることとして、
そのインターネットサイトをまず立ち上げるってことはできるかなって考えてて、じゃあこの企画、この100万円っていう、この企画に合わせて、このプレゼン資料があるっていうようなイメージ。そうですね、まずそのこの100万円でインターネットサイトを利用して自分がそのプラットフォームをの基礎を作らせてもらって、そこから自分で頑張って広げていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ逆にこれが500万円だったらもっとアウトプットできるっていうことか。可能性もあります。ありがとうございます。はい、他審査員の方質問ありますか。あ、じゃあ正雄さんお願いします。ごめんなさい、さっきの質問の続きなんですが、はい、販路っていうのはなんとなく想像されてるんですか。そのいわゆる需要がある、はい、ないっていうところ、今多分夢としては僕もとてもいい考えだなと思うんですけど、そのいわゆる相手が買ってくれる相手がいないと成り立たないところで、その辺のリサーチとかはされてるんですか。深くは正直できてないです。でもやっぱり難民の子供たちとかって食べるものも着るものもなくて、そう見ててすごいかわいそうだし、自分たちが恵まれてるからこそ芸術活動っていうすごいいいものを通した援助がしたいなって思ってて、実際にやっぱその古着とか販売している方もいますし、そういう面でダンス界っていうところからそこにアプローチかけたいなって思いがあります。はい、はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。この SDGs っていうふうに言われてて、はい、多分これってあの世界的に17の目標が立てられてると思うんですけれども、はい、これ17の目標すべてをここで解決したいのか、どこにフォーカス当ててるのかなっていう、考えてるのがその貧困をなくそうっていうものとか、あとすべての人が平等にとか、あと17番あたりだ、はい、17番はパートナーシップなんですけど、でもパートナーシップ使っていろんな企業さんと将来的には一緒にコラボしてきて一緒に達成できたらなと思いますし、あと衣装を作る上でやっぱ普通の服ってすごい資源の無駄遣いで、水とか大量に使ったり農薬いっぱい使われてるので、もっとサステナブルな生地を使って舞台を作るとか、そういうふうに全ては無理ですけど何項目かにはアプローチかけていきたいなと思ってます。はい、以上で4分間の質疑応答タイム終了とさせていただきます。児玉花火さん、ありがとうございました。それでは続いての候補者はこちらの方です。川原由美です。広島県出身で20歳です。私は広島県がすごく好きで、ダンス以外のもたくさんお世話になってきたので、何か貢献できることはないかと考えたとき、このプロジェクトに参加しようと思いました。高田康文と言います。大学のダンス部の監督をしています。ユミはダンスに関しても頑張り屋さんで、人のいないところでしっかり努力できるタイプです。他と違うすごいところは、いろんな人と仲良くなったり、仲良くなった人からこういろんなものを吸収するっていうところが彼女のいいところかなと思ってます。自慢の教え子なんで、いいところがしっかりアピールできればバッチリだと僕は思ってるんで、しっかり頑張ってください。この企画を通して広島県のダンス界を盛り上げたいのももちろんなんですけど、広島県の大学生のダンスシーンも盛り上げていきたいし、さらに広島県のダンスをたくさんの人に知ってもらいたいので頑張りたいと思います。Keep
はい、それでは3分間のプレゼンタイムに入らさせていただきます。河原さん、よろしくお願いします。広島文化学園大学ダンス部の河原由美です。よろしくお願いします。私が今回この企画で100万円を獲得したら世界遺産のある宮島で学生の祭典を開催したいと考えています。そこで私の夢なのですが、私は広島県のダンスシーンを盛り上げたいということが私の夢です。そしてなぜ宮島でイベントを開催したいか考えたと言いますと、理由は2つあります。1つ目は学生イベントが少ないという現状を改善したいからです。そして2つ目は広島県に貢献をしたいからです。1つ目なのですが、私は広島県ダンス大学連盟という連盟のイベント運営をに携わっていて、イベントを運営している中でやっぱり目の前で見ていて学生イベントの少なさを痛感しました。そして2つ目なのですが、私は広島県をアピールするために自分自身でたくさん活動してきました。これまで学生東京の学生イベントのミスカレッジダンサーや、そして東京の学生イベントの全日本ダンスストリート選手権などに出場して広島県をアピールしてきました。そして今回の企画の趣旨を考えたところ、私は100万円を有意義に使うということをがこのイベントの趣旨だと考えました。そして私はもちろん自己投資と最初は考えたのですが、やはり私の夢である広島県のダンスシーンを盛り上げたいということから広島県に貢献をし今回の企画を考えました。そして私は、今回の企画を通して、宮島では日々世界からたくさんの観光客がの方が来られて、そして宮島にももちろん広島の方もたくさん来られます。そういった場所で私は、分前そういった場所で私はイベントを行うことによって広島県のダンサーの方々も喜ぶし、そして地域の方々もイベントがあることによってたくさんの観光客も来てくれるかもしれません。そして何よりも世界中の方々にも広島県のダンスシーンを知ってもらえるということから今回はこの企画を考えました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれから4分間の質疑応答タイムに入らさせていただきます。審査員の方、質問お願いいたします。あ、ルーさん、お願いします。はい、お疲れ様でした。こうしてやっぱこう自分が生まれた場所に愛を持ってこうイベントをしたいとかっていう考えは本当に私も共感できるし、とても素晴らしいことだなと思いました。はい、でもな、気になったのがどうしてこの学生イベントなんですか？私は今大学3年生なんですが、私はこの学生イベントにした理由は、私が大学生という立場で、そして学生がこういったイベントを行うということで何か変わることもあるし、今後の今私たちの世代では誰もダンスのイベントを行うことがなく、だから私が行うこの立場で行うということに意味があると思って今回学生の祭典ということにしました。私自身ずっとダンスやってきて、小さい頃からやってきて、どうしてもこう学生のシーンとこう何かをするってことがなかったので、こうでも学生ダンスを見てきたときに、どのぐらいじゃその先ダンスを続けるかってところもすごくこうモチベーションが違う部分もあったから、一緒にこうできることが少なかったのかなと思うので、こうなんかただ楽しいイベントなのか、こう先につながるダンスやりたい子どもたちにもっとつながるとか、もっと逆に広島の下から上までのダンサーがみんなが楽しめるものだったり、そのみんなの教育、ダンスが上手くなるためのものとか、もう少しこうただのフェス楽しいじゃなくて、もっと意味があるものにできたらいいのかなと思いました。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。他いかがでしょう、質問の方。はい、吉木さん、お願いします。このヤングガンツでイベントをやったりしていると、イベントを去年私の住んでいる地域、地元の地域で水害があって、その時に地域の復興の気持ちを兼ねたイベントを行いました。それがヤングガンツのイベントです。あ、ってことはまだ1回だけしかやったことないってことですか？ですが、その広島県のダンス連盟では運営などは
私たちが一応主催とかではなくて私たちが運営をスタッフとして行っています。なるほど、はい、これ宮島でやりたいっていうこの今企画書見てて、はい、その全国の学生ダンサーをこの宮島に集結させたいっていうことなんですか？ですね、今の時点では私は広島県の大学生をちょっとより良くしてしたいという気持ちがあって、もちろん全国の大学生も声をかけたいと思っているのですが、東京などで去年お世話になったのでそういった学生の方たちに声をかけたいと思っています。なるほど。これちなみにその宮島でやるってなると、はい、その宮島って聞くとやっぱあの鳥居があるあそこをすごいイメージするんですけど、これこのグランド、はい、このグランドっていうのはその宮島の敷地内になるんですか？そうですね、宮島の敷地内で、はいはいはい、乗り合いタクシーになるんですが、乗り合いタクシーで10分ほどで着く場所で、人数は1000人以上は入ると思います。あ、じゃあちょっとあそこの鳥居があるあの有名な場所よりからはちょっと離れるっていう。離れてるんですが。なるほど。逆にあの鳥居の下とかでできないんですか？あそこはちょっと難しいと思います。まあ確認だ、ね、確認必要だとは思うんですけど、はい、そうですね、学生、確かに学生イベントっていうところがなんか、そのヤングガンツのその思いがもともとそういう、宮島でイベントをやりたいっていう思いがあったのか、この企画があって、川原由美ちゃんが個人的にその宮島でやりたいって思ったのか、どっちですか？私はもちろんヤングガンツでもあのイベントは今後たくさんしていきたいと考えていたのですが、私は、結構前からずっとその自分たちの同年代でイベントをしたいって考えていて、今回の企画でこういう宮島でイベントをしたいと考えた理由が、そういった何か一つのきっかけがなかったらこういった大きなイベントはできないわけなので、今回そういうきっかけも欲しくてこういう企画をしました。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、以上で質疑応答タイム終了とさせていただきます。川原由美さん、ありがとうございました。はい、ということで特にあのコメント なかったですけど、 D 君どうですか？まあ地元愛は最高にいいと思います。俺も川崎なんですけど川崎超大好きなんで、でそれはまあいいとして、これはなんか俺は100万円もらってじゃなくてもできんじゃないかなってやろうと思えばって思いました。なるほど、はい、以上です。ありがとうございます。確かにね、その100万円あってもできるかっていうのもあれば、100万円なくても自分でやれるやんみたいのはきっと今回すごい大事なポイントの一つだとは思うんで、確かにそうかもしれないですね。じゃあありがとうございます。そのまま続けていきたいと思います。続いての候補者の方はこちらです。中島かのん18歳、出身は東京です。今高校3年生で将来何になるか考える期間だと思うんですけど、自分に何ができるかって考えた時にダンスを通していろんな人に伝えたいっていう気持ちと、海外に行ったりしてまた大きな自分の中で変わるきっかけを求めてみたいっていうのを達成するために今回この企画に応募しました。中原のぞみです。自分のスタイルとか個性とかしっかり持ってる子で、自分の目標もしっかり決まってて、もう目標をもう目の前にしたら一直線に進んでいく、そういう子です。彼女らしく楽しくリラックスして臨んでもらいたいなと思います。ここまで来たからにはたくさんの人の応援があって、自分だけじゃないっていうことを心に刻んで、自分で伝えられることは全部伝えて、後悔のないように最後まで自分らしくやっていきたいと思っています。Thank you.
Murky, lie. My brothers don't die, we just Vossy, but so much Vossy, I might open up a Vossy shop. Mommy saying that I need to get some sleep. All this flying overseas is always fucking up my body clock. And all this stress has got me racking up my brain. So tell these little fishes back up off my name. I ain't gotta be a rapper with a chain, cause the rules are kinda different when you're badding up the game. Straight, badding up the game, bad it up again. Yeah, had him up before, I have him up again. Yeah, fake brothers, man, your man, I'm more pretend. Yeah, getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face, we just to top it off. Hey. Yeah. It's Vito, baby. Baby, come over. I know what you want, baby, don't test me. Ooh. I know what to do, I know what to do. Oh. Girl, come and catch this vibe. You know you need me, girl, come and see me. I'm not gonna waste your time. Ooh, girl, I bet you don't talk that shit when I see you. I won't be too long. Baby, come over. It's apparent you think I'm playing, and you don't hear what I'm saying. So can I come over? Oh, can I come over, girl? Come over. それでは3分間のプレゼンタイムとさせていただきます。ではどうぞ。と私は今高校3年生です。なので進路について考えることが多くなりました。ですが今回この企画をエントリーして自分と向き合う時間が多くなって、自分について考える時間が自分と向き合うことができたと思います。と私は普段言葉に表現して人に伝えることがとても苦手で消極的になりがちで、自分を伝えることが苦手なんですけど、自分ダンスをしているときやファッションなどを通して自分の世界観を人に伝えているときの自分が一番好きだと思えるときです。と今回この100万円を手に入れることができたら、1年間の留学の費用に使いたいと思っています。と私は去年約2週間のダンス留学をしました。でそのズーム面接の時にはその2週間で約50万円を使ったので、100万円を手に入れることができたら約4週間の1ヶ月の留学をしたいと言いましたが、やっぱりアドバイスをもらった時にもう一回自分で考えてみたら、やっぱり自分が求めているものはその4週間だけじゃ自分のものにすることができないと思ったので、その100万円を手に入れることができたら、私が昔から貯めてきたお金があるので、それプラス100万円があると自分のその留学をすることができるので、その100万円の使い道は1年間留学したいという気持ちがあります。その1年間の留学で今の自分ではなく、私が表現することが苦手なんですけど、その消極的になりがちな子や自分を表現することが苦手な子たちに、ああいう人になりたいという海外で吸収したものを今の自分ではなく新しい自分に挑戦したいと思いました。あとは今の自分で変わりたいという気持ちがとてもあり、やっぱりその人に伝えることはとても大切なことで、なのでその自分の夢をつかむ一歩を踏み出したいと思い、今回この企画に挑戦することにしました。10秒前。以上です。
中島香音さん、ありがとうございました。それでは4分間の質疑応答タイムに入らさせていただきます。審査員の方々、質問の方お願いいたします。はい、よしき君お願いします。はい、まあ、コミュニケーションを取るのが苦手っていうか、まあ、人に気持ちを伝えるのが苦手な子って多分たくさんいて、でもそんな中でそんな自分が苦手っていう分かってる中でこの燃えるプロジェクトに、まあ、まず挑戦してきたってことが、まあ、俺は素晴らしいことだなって思いますし、ただその、留学になぜそこまでして留学にこだわるのかなっていうのがすごい気になるんで、その理由を結構明確に教えてもらえたら嬉しいです。はい、留学をしたいっていう気持ちは、その2週間留学をした時にやっぱりその自分が発信、言葉を喋れないのはもちろんそうですけど、やっぱりその友達とか団体で行ったんですけど、その時に自分から自ら行動できないことに悔しさを覚えて、やっぱり海外に行って自分で語学を学んで、語学もダンスも全部吸収して、世界で、日本でだけでなく、いろいろな国の方とコミュニケーションをとって、自分の考え方をもっと広く持って、視野を広げて、いろんな人と関われるようになりたいと思ったからです。なるほど、経験を積みたいってことですね。はい、その留学先っていうのはロサンゼルスですか？今のところ留学したいところはロサンゼルスです。はいはいはい、その留学した後がすごい大事じゃないかなと思うんですけど、そのじゃあいろんな経験を得て、じゃあ日本に帰ってきてどんな活動をしたいんですか？まず自分はその留学で得たことは、そのダンスを通してみんなに伝えるのはもちろんなんですけど、やっぱりその留学行く前とその変わった後で、それでなんか自分自身がもともと消極的だったのが、やっぱりそのいろいろな人と関わって言語も学んで視野を広くなって、やっぱりそのいろいろな考え方を柔軟に受け入れられる自分になりたいと思っていて、それをその生徒、もし自分が生徒を持つことができたりしたら、その見ている人でも、そう、今回この企画にエントリーして、まあ、応援してくれるダンスをやっていない人でも、その自分という存在を見てもらって、一人でも多く自分に自信を持てるっていうか、その元気を与えられる、そんな存在になりたいと思っています。なるほど、ありがとうございます。はい、最後1名ほど質問あれば時間あるんですが大丈夫ですか？将来の夢とか決まってますか？今のところは特に決まっていないんですけど、やっぱりその将来の夢っていうのは、やっぱりそのプロダンサーになるにしても、やっぱりその夢を一つにやっぱり今のうちに決めるのではなく、やっぱりその自分のいろいろな可能性を見て、そのさまざまな場面、例えばそのダンサーだったり、そのデザイナーだったり、ファッションの面でもあったり、やっぱりそのいろいろなところに挑戦をして、最終的にはその将来の夢に、自分が好きなことを見つけて将来の夢を一つに絞れたらいいなと思っています。うん、でなんかさっき帰ってきたらその生徒を持ったりとかしてって言ってたけど、多分生徒を持つってことはもうお金をもらうってことだから、俺はプロだと思うんだ。だからそれがなんかダンスなのかなって今一生思って聞いてみました。すいませんでした。以上で、質疑応答タイム終了とさせていただきます。ありがとうございました。中島香音さんでした。ありがとうございます。どうですか皆さん、何か感想というかあります？あ、のっちさんどうぞ。ここの時間ちょっとラフにいきましょう。はい、なんかアメリカに行ったら可能性が広がるって言ってたと思うんですけど、うん、実際それってなんか美化してるだけで、なんか自分からしたら逃げなんじゃないかなってちょっと感じてしまう部分がありました。 なるほど。なので今の時点で、うん、まあ、こういった燃えろのこのプロジェクトに挑戦するってこの行動は、まあ、いいんですけど、それ以外にももっともっといろんなことを考えて、今の現時点で行動できないと多分アメリカ行っても潰されるんじゃないかなっていうふうに、うんうん、ただの逃げかなっていうふうにちょっと思ってしまいました。まあ
海外留学を専門にやってる HDI のノッチが言うんだったらちょっとその感想はだいぶね、はい、刺さるものがありますけど、でもなんかちょっと俺個人的に思うのはなんかこういう子っていうのもあれですけど、うん、すごく今多い気がしますね。最近の若いダンサーの子でちょっと表現が苦手でダンスやってる時だけなんかキャラ解放できますみたいな人って結構いるとは思ってて、うん、なんかそこを代弁者というかそうですね、っていうポジションで今来てくれたのかなと僕としては思ってて、に対するノッチのドン、ありがとうございます。すいません。はい、続いての校舎はこの方です。宮谷アロイです。16歳です。名古屋に住んでます。僕は5年生の時くらいに初めて海外のダンサーを見たのがブライアン・パスパスで衝撃を受けて、でちょうどその次の年にブライアン・パスパスが東京に来るということで小学6年生の時に受けに行って、その時の衝撃がもうやばすぎて自分もこうなりたいなって思いました。大輝です。すごくシャイなんですよ。でも踊るともうすごい熱いダンスをしてくれるんです。あんまり表には出さないですけど熱い子だと思ってます。その時の会場場所で多分すごいダンスが違うんですよね。それすごい人間で踊ってるなっていうのがあって、そういうことができる、そこが多分一番強みだと思います。今回ここまで来れたのは自分の力だけじゃなく先生や先輩あと友達とかの協力があってここまで来れたと思っているので、自分のためにも期待にも応えれるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。Back to the little boom, way on some boom. Take some rain, no sun, rain on one more. Rain come, come shine, come rain, come on. South side, let it bang. Outside, let it rain. Rain down on the pain. Rain down on the slain. Rain down for my mom. Rain down on the farm. Shower us with your love. Wash us in the blood. Drop this for the thugs. Know I grew up in the mud. The top is not enough. Wash us in the blood. Is there anybody here? Is there anybody here? That can say, no matter how much you play, hey, it was the blood that, it was the blood that, it was the blood that cleansed me. It was the blood. Shower down on us. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Whole life being thugs. No choice selling drugs. Southside what it does. Rain down on us. Genocide what it does. Slavery what it does. Rain down on us. Whole life selling drugs. Wash us in the blood. Wash us in your blood. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Rain down on us. Holy Spirit come down. Holy Spirit come down. Wash us in the blood. Whole life being thugs. No choice selling drugs. Genocide what it does. Slavery what it does. それでは3分間のプレゼンタイムに入っていただきます。宮谷アロエ君お願いいたします。ちょっと息切れしてすいません。僕の夢は世界中の人々に自分のダンスを教えることです。なぜこの夢になったかというと、小学校5年生の時に海外のダンサーを初めて知って、で初めて知ったダンサーがブライアン・パスパスなんですけど、ブライアン・パスパスを初めて動画で見た時に衝撃がもうやばくて、で絶対この人に会いたいとか絶対この人のレッスンを受けたいと思ったんですけど、でちょうど
僕が小学校6年生で1年後にブライアン・パスポスが東京にワークショップしに来るということで、自分愛知に住んでるんですけど、お母さんにお願いして東京に受けに行きました。で、その時の衝撃はもう今でも覚えているぐらいやばくて、その時に僕の夢が、その僕もこうやって日本もそうですけど、世界中の人の憧れになったり、その刺激を与えられるようなダンサーになりたいと思いました。で、そのために100万円を使おうと思ってて、世界に呼んでもらうには、まず自分から世界に行かないといけないと思ってて、で、僕、高校2年生なんですけど、高校卒業したらすぐに、アメリカに1年間留学行こうと思ってて、その留学資金にしようと思ってます。で、自分、やっぱり贅沢したいんで、まあ、1割ぐらいは、そのご飯食べに行ったり、美味しいご飯食べに行ったりしたいです。で、今日踊った曲が、カニエ・ウエストと、トラビス・スコットの曲なんですけど、その歌詞の意味を取ったり、全力で踊れたので悔いはないです。ありがとうございました。以上です。はい、それでは4分間の質疑応答タイムに入らせていただきます。審査員の方々、質問の方お願いいたします。どなたか。はい、ルーさんお願いします。はい、なんか今まで一番こう熱量が本当に感じた気がしました。なんかこういろんなものを背負って戦いに来たなっていう感じがすごくしたので、応援したい気持ちになりました。そうですね、海外に行って、留学するって話だったんですけど、まあ、具体的にどういうことをするか聞きたいです。はい、自分の大好きなダンサーがそのアメリカロサンゼルスにたくさんいるので、その人たちのレッスンを受けまくってもう吸収できる分だけして、で、まあ今よく言えば覚えてもらって一緒に踊れたら踊れるように頑張りたいと思ってます。はい、まあ、確かに LA のこう有名なレッスンに行って、そこでしっかりこう自分の技術だったり自分を知ってもらって、まあ映像に乗るってことはすごいこう本当に大変なことだけど、それが実現した時には、まあ、日本に帰ってきても通用するダンサーにもなれると思うので、なんか人によって留学するっていう言ってくる、なんだろう、感じ方が違うんだけど、すごくこう見える、ビジョンが見えるなとはすごく感じました。応援してます。よしき君、じゃあコメントお願いいたします。その LA に行きたいっていう、ブライアンがすごい好きっていうのを聞いて、そのブライアンみたいになりたいのか、そのアロエとして世界で活躍できるダンサーになりたいのか、はい、その辺の気持ちって何かありますか？はい、一番最初に知ったのはブライアンで、今一番好きなダンサーというとちょっと違うんですけど、うん、あ、きっかけ、はい、きっかけがブライアン。なるほど。きっかけのダンサーがブライアンだったって、はいはい、あ、はい、で、はい、今もまだちょっと模索中というか今探してる途中なんですけど、 LA に行っても、もう今自分の小ささとかが分かると思うので、そこで自分のスタイルを磨いて自分流になって日本に帰っていきたいと思ってます。なるほど。多分そのいろんな環境の人がいると思ってて、その簡単に LA に行かせてくれるような環境にいる人もいるし、そうやって自分でバイトして頑張って貯めたお金で、まあ、LA に行くダンサーもたくさんいると思うし、で100万円を投資するってことはやっぱそれだけのダンサーとしての評価が高くないと海外に行くってなった時にって考えた時に、俺はすごい説得力あるなって正直今ダンス見ただけですごい思ったんだけど、逆に俺が言いたいのは、逆にそれ日本でも発信世界にできるじゃん今 SNS で。もう昔は俺らの時代はもう行くしかなかったし、だからこう頑張って貯めたお金で何回も行ったりしてたんだけど、そのもちろんそのアメリカに行っていろんなダンサーのレッスンを受けてそこでかまして名前を覚えてもらうっていうことも大事かもしれないけど、やっぱダンサーもうアロエ君一人でこう世界中でワークショップできるようなダンサーになりたいって言ってたけど、そうなりたいんだったら別にここでもできるんじゃないかなって正直思ってて、でもどうしても LA に行きたい、はい、なるほど。ブライアンを受けたいわけじゃなく、あ、ブライアンを受けたいです。はい、もうすごいね、わかる、キャラクター超わかるからめちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと個人的に D 君から一言聞いてみたいんですけど、どうですか？え、普通にブライアンよりかっこいいよ。
今のところマジで100万円あげたい。でその100万円でまだ何歳だっけ、16歳だっけ、16歳です。もその100万円使ってもっとかっこよくなってほしい、うん、今そう思いました。はい、ありがとうございます。それでは以上で質疑応答タイム終了とさせていただきます。宮谷アロエ君ありがとうございました。もうまさに皆さんおっしゃる通り、なんか若いっていいですねすごくストレートな気持ちが伝わってきましたね。はい、めちゃめちゃかっこよかったですね。続いての候補者の方はこちらです。新見さくら、大阪出身、20歳です。ファイブジュニアやワールドオブダンスなどのダンスの世界大会にチームのメンバーとして参加させていただいたり、最近ではナンバーの出展などをさせていただいています。私の家は母子家庭で、ずっと私が小さい時から母が一人で育ててくれました。その中でやはりダンスはお金がかかるものであるので、経済的なダンスをできる人とできない人は限られているので、差をなくしたいなと昔から思っていました。この最終審査に来るまでにたくさんの人の素敵な夢を拝見させていただきました。その中でこの10人で選んでいただけたこと、本当に光栄に思っています。今応援してくださっている方々や、普段から応援してくださっている方々がいます。そして昔から夢を持っていた自分のためにも、最終審査で悔いのないようにベストを尽くしたいと思います。She goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. She don't see her perfect, she don't understand she's worth it, all that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. We're stars and we're beautiful. No better you than the you that you are. それでは3分間のプレゼンタイムとなります。新見さくらさん、お願いいたします。壁を壊す、いきなり怖い、入り口からスタートしましたが、新見さくらと申します。人生にはたくさんの壁があると思います。そのうちの一つで、より多くの人が立ち向かわないといけない壁っていうのが、お金の壁だと感じています。しかし壁に打ち当たった時こそが乗り越えるチャンスだと考えるので、そのどうやって乗り越えるかというのを説明したいと思います。このような流れでプレゼンいたします。途中で英語が入るかもしれませんが、それも含めて楽しんでいただけたらと感じています。 Firstly, what's my dream? 私の夢は、経済的にダンスを続けるのが困難な方々をサポートできるようになることです。
そのためにやりたいことが3つあって、海外からダンサーを日本に招くこと、ダンス交換留学を提供すること、そして売り上げで奨学金を給付することです。そして次に Why I need 1 million yen 100万円をどのように使うかということを説明いたします。結論から言いますと、私は100万円をダンス交換留学に、使用したいと考えております。ダンス交換留学を作るということには難点が2つあって、1つはダンス交換留学というまだ名の知れていない留学というものを、信頼がまだないということです。そして2つ目の難点が、無名なダンス留学のエージェンシーということは、やはりそちらも信頼がございません。結論で言いますと、信頼のない、ダンスエージェントの会社は、1人の留学生でさえ送り出すことが難しいと考えています。したがって、その100万円を用いて私がダンス交換留学を経験し、そしてアドバイザーとして実績を持ってアドバイスすることで信頼を得るという重大な大きな重たい始めの一歩を一気に得ることができます。でまとめると、私の夢は経済的にダンサーをサポートできるようになることです。そして100万円はダンス交換留学の費用に充てたいと考えております。ダンス留学をしたくても経済的にできない方々がたくさんいます。このプロジェクトがもし生まれなければ、今のようにダンス留学を諦めざるを得ない人が増える一方です。しかしこのプロジェクトがあれば、より多くの人の人生を充実したものにすることができます。みんなが、より平等にしたいことができる、そんなダンス社会を作りたいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。新見さくらさんのプレゼンでした。それでは4分間の審査員との質疑応答タイムに入らさせていただきます。審査員の方、質問の方お願いいたします。はい、のっちさんお願いします。すみません、もう少し交換留学のその仕組みの部分を聞きたいです。はい、今自分が考えているダンス交換留学というのは、向こう、海外の一つの家庭と、日本の一つの家庭が、家庭のお子さんを、エクスチェンジして、そこで、その利点メリットっていうのが、やはりどちらも一人の子供を育てているということで、どちらもまあ毎日一人分の費用がかかるわけなので、その費用が変わらずにダンス留学をどちらもできるということは、どちらもメリットがあります。そしてそのダンス留学っていうのは、やはりダンスが盛んなところでしたいので、ロサンゼルスとか今では韓国なども盛んになっているので、そのような方面で考えております。 Thank you. Thank you very much. You're welcome. はい、他審査員の方質問ありますでしょうか。よしき君どうでしょう。はい、個人的にすごい面白いなと思って、ダンス交換留学っていう発想がまずすごい面白いなと思うんですけど、まあいろんな結構リスクは出てくるかなと思ってて、まあ自分の子供、まあ見ず知らずの他人の子供と交換して留学するっていう、そのリスクはすごいあるかなと思うんですけど、そういう中身の部分までいろいろもう考えられてますか。そうですね、たくさん留学の普通の勉強の方の留学のエージェントはたくさんあるんですけど、自分の知ってるエージェントのところは、申請者がその登録して、そしたら留学生を受け入れることができるというシステムがあるんですね。なので、そこの面については案外セキュリティが緩いというか、緩いと思います。そしてそうですね、その向こうでのトラブルなどは、やはりその自分が考えているダンス留学というのは、もともとはダンス留学をしてそのコネクションを作って、で会社を立てたいと思っていたんですけど、大輝さんにアドバイスをいただいて、そのダンスわざわざコネクションを作るためにダンス留学をしなくても、日本人でそのコネクションを持っている方々を雇えばいいって言っていただいたので、その方々のコネクションを用いて、現地のトラブルなどは対応していただきたいなと考えています。うん、確かに HDI とかね。そうですね、めちゃくちゃぜひ、しかも低予算で多分留学できるっていうのは、多分今のそのいろいろこの候補者、一次予選から二次予選からその留学したいっていう子がたくさんいた中で、やっぱお金がないっていうところで行けないっていうところで、このダンス交換留学が本当にうまくいったら
面白いかなと思います。ありがとうございます、はい、以上です。ということで以上で4分間の失業オートタイム終了とさせていただきます。新見さくらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。輪ゴムの方を忘れずに。はい、ということで新見さくらさんでした。すごく真面目な子だなっていうのは皆さん伝わったと思うんですけど、実際僕も大阪にインタビュー行った時に、すごい真面目だなと思って、コロナの対策のために家から自転車で50分かけて撮影現場まで来たっていう子で、すごく真面目な子です。ということで、モエロプロジェクト、いよいよ7番目の候補者の登場となります。続いての候補者の方はこちらです。鈴木里奈17歳、神奈川県出身です。ボランティアグループに所属した時に、その好きなこと得意なことを手段にして、で社会貢献をするっていうことを学んで、でもダンサーになりたいっていう夢があったので、子どもたちを助けるっていう部分は来世とかでやろうかなみたいな、その程度に思ってたんですけど、わざわざそのなんだろう、切り取らなくていいんじゃないかなって思って、今考えているこのエンターテインメントと社会問題を掛け合わせて何か将来したいっていうふうに今思っています。岡部義文と申します。行動力の子ですね。あとね、有言実行、多分この2つがキーワードだと思うんだけど、リアちゃんですね、やっぱりこうダンスにやっぱメッセージを載せているのが十分伝わってくるんですよね。でその社会問題をそれによって解決したいっていうのをずっとこう私も聞いていたので、今回の企画は多分彼女にぴったりかなというふうに、ね、思いました。私自身そのダンスの経験とか社会問題についてもまだまだだと思うんですけど、今考えていることとか、これから将来どう世界をどうしたいかという部分を全力でお伝えしたいと思っているので、皆さん楽しみにしていただければなと思っています。全力で100万円勝ち取りに行きます。それでは鈴木里奈さん、3分間のプレゼンタイムに入っていただきます。ではどうぞ。はい、私のさっきのダンスを見て皆さん何か気づいたことはありませんか？実はあのダンスは手話を交えて作ったものです。途中で音がなくなったのも耳が聞こえない人の目線で皆さんにダンスを見てもらいたいと思い、そうしました。そう、
これこそが私のやりたいエンターテインメント×社会問題です。私はこのエンターテインメント×社会問題を通して大人のせいで大人になれない子供をなくすという夢を叶えたいと思っています。私は実際にこの活動を高校で行ってきました。私は高校のモアというボランティアグループの代表をさせていただいています。そこでは好きなこと得意なことで社会貢献というのをモットーに活動してきました。具体的には地域のラジオ局で地域活性化ラジオを行ったり、パフォーマンスを通して社会問題を啓発したり、私自身がゼロから作ったプロジェクトでは東洋大学の方とコラボしてフィリピンの貧しい地域の子どもたちに物品を寄付するというプロジェクトも行いました。これらを通して私はあることに気がつきました。今こうして社会問題について考えている人以外でハードルが高くて社会問題に取り組めない、他に優先したいことがある、環境がないという人が多くいることを知りました。だったら簡単に行動できる環境、そしてその優先したいことで誰かを助けることができたらすごい素敵だと思いませんか。これこそが私の伝えたいエンターテインメント×社会問題です。私は将来エンターテインメントを通してダンスを通してこれらを発信していき、そしてそれとともに皆さんが簡単に活動できる環境を作りたいと思っています。具体的にはこの2つのことを考えています。私はこれらのことを学ぶためにまだまだ足りない部分がたくさんあります。それを国境を越えて身につけたいというふうに考えています。そのためこの100万円を手に入れた暁にはフィリピンとアメリカの留学の渡航費用に使いたいというふうに考えています。私にとってこの100万円は研磨剤です。私自身をこの研磨剤で輝かせ、そしていつかは私が皆さんの子どもたちの研磨剤になれるように活動していきたいと考えています。エンターテインメント×社会問題で世界を変える、皆さんがダンスで誰かを救える世界を私が作ります。10秒前。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは4分間の質疑応答タイムに入らさせていただきます。ボランティアグループ、社会貢献するグループって結構日本各地にたくさんあると思うんですけど、はい、スタジオスワックがある川崎市も、D の知り合いの人たちとかが、グリーンバードっていう組織団体とかでそういう活動を行ってたりしてて、すごいなんか意味があることを多分そのダンスを通してやりたいっていうことだと思うんですけど、そのまずフィリピンと、アメリカに行って、果たしてその鈴木さんがどうなるのかなっていう、そのマインドは変わらないと思うんですけど、どうなって帰ってこれるのかなっていう、その100万円で実際に行って、そのなんか100万円を投資する上で行って帰ってきた時の鈴木さんがどうなってるのかなっていう、自分の中でビジョンってあるんですか。私は、ビジョンというか、自分自身がそのただただフィリピンとかアメリカに行くだけでなく、実際にその地域で何か行動を起こしたいというふうにも考えてますし、その現地の様子っていうのは、私自身海外にまだ行ったことがなくて、でその経済的な問題もあって行けてなかったんですけど、それを私は大学生になったらこの100万円、そしてバイト代を両方積み重ねていきたいというふうに思っているので、そこでちゃんと初めて現地の実際の光景とか感覚とかを見たいなっていうふうに感じています。その実際サークル、一緒にコラボしたサークルの方も、子どもたちが一番欲しがるものってその人たちが身につけてるものが欲しいっていうふうに言ってたんですね。ただ普通の文房具とかじゃなくて、そのサークルの人たちが身につけてるものが欲しいっていうふうに言ってて、それを聞いて私が今ここの日本にいるだけじゃ分からない事実がたくさんあるなっていうふうに感じているので、まずはそこから学んでって、その後にそのつながりなどを経て自分のやりたいことを可能にしたいなというふうに今考えています。なるほど。その社会問題について考え始めたのっていつですか、はい、いつからですか。小学校の頃にお父さんに
給食を私すごい残してしまったことがあって、その時に食べたくても食べられない子どもたちが大勢いるんだよっていうふうに聞いて、そこからちょっとずつ興味を持ったんですけど、まあ、ダンスがあったのでそっち方面の職業には私はつかないなっていうふうに思ってたんですね。だけど今はここが組み合わせられるということを高校で知って、で社会問題も今までは貧困問題だけだったんですけど、それ以外の環境問題だったりいろんな差別とか他にもいろんな社会問題が今世の中にはあって、それについてをよく知ったのは高校からです。ぜひ実現してほしいっていう気持ちが超あります、はい、で多分できると思うんですけど、なんかいまいち正直刺さってこなかったっていうのは俺のもう俺個人の意見です。その言ってることはすごい素晴らしいことで、ただその本当に考え、まあ僕だったらですよ、僕だったら本当に小学校の頃にそう感じたのだったら、そしてダンスと出会ったのだったら、自分がまず一番最初にお金を貯めて、僕ダンスのために高校も辞めてで働いて東京に出てきたんですよ。なんでもう今の時点ででき、まず行ってるんじゃないかなって俺だったら思っちゃうというか、正直本当に見たいんだったら、その思った時点でもうビジョンを掲げてゴール地点を決めてそれに向かって進むとしたら、俺だったらもう行ってるなって思っちゃいましたね。ありがとうございます。はい、以上で4分間の質疑応答タイム終了とさせていただきます。鈴木里奈さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで鈴木里奈さんのプレゼンでした。話にもちらっと今出たんですけど、よしき君の状況秘話は結構えぐいんで、ぜひ別の番組かなんかで特集してほしいぐらいなんですけど、えげつないぐらいの仕事をこなしてえげつない生活をして上京してきたダンサーを形にした人なんで、またねどっかで話してもらえたらと思います。はい、ということで、いよいよ残りあと3名となってまいりました。ではこのまま続けていきたいと思います。8組目に登場していただく候補者はこちらの方です。田中日和、20歳、東京都出身です。去年のっぽクルーのブルームオブヨシっていうイベントでのっぽクルーとして参加させていただいたんですけど、その際に音源を一切に使わずにショーケースを来るということで、 A さんこの音鳴らして、 B さんこの音鳴らして、じゃあ C さんは違う音鳴らしてって言って ABC が一気に合わさった時にその音楽が作られて、その時にすごい感動して、自分一人じゃ踊れなくて全員がいるからこそ音が作れてダンスもできるんだよっていうことを、そのノットクルーがあって人と踊ることの大切さっていうのを学ぶことができました。こういうプロジェクトを企画してくださった皆様と、それを見てくれている皆様と、一緒に参加してくれている皆様がいないと成り立たないと思うので、その方々に感謝して、今目の前にある自分のできることとやるべきことをやってベストを尽くせればなと思っています。
はい、それでは田中日和さん3分間のプレゼンタイムとなります。それではどうぞ。私の将来の夢は貧困地域の子どもたちにダンスを教えに行くことです。きっかけは2つあって、1つ目はあるテレビ番組でカンボジアに一から小学校を作り、有名な方が得意なことを教えに行くという企画をやっていて、そこに映る子どもたちのキラキラした笑顔を見て自分もそのような活動がしたいと思いました。2つ目はノッポクルーの存在で、昨年の下克上さんのイベントで出演させていただいたときに、音源を一切使わず自分たちで音を奏でて踊るというショーケースをしました。その時にノッポさんやクルーのメンバーからその互いに音を補いながら踊ることの楽しさを教えてもらいました。先ほどのダンスでも自分でタップシューズで音を鳴らして録音したものを使用しているのですが、そのようにたとえ音楽が聴けない状況でもダンスは楽しめるということを教えに行きたいです。そして100万円の使い道は、費用に充てたいと思っていて、1週間程度でそれぞれ20万から30万で、1つ目はきっかけとなったカンボジア、2つ目はケニア、3つ目はカメルーンの小学校に行きたいと思っています。そしてそのために基本的にどの小学校でも英語の授業があるので、直接的に子どもたちとコミュニケーションが取れるように英語の勉強を頑張りたいです。またそれぞれの公用語もできる限り覚えていきたいです。そしてこの活動を継続していき SNS で配信していきたいです。そしてまた自分も影響力のある人に成長して、この活動や思いが他の誰かに反映させていきたいなと思っています。これが長い期間で見た時の大きな夢です。そしてこの活動からは教わることもたくさんあって、ケニアの子どもたちは生まれ育つ中で私たちにはないグルーヴ感を持っています。そのようにダンス面でのスキルを学んだり、貧困地域の状況を知ることで今後の考え方を変えてくれるのではないかなと思っています。そして最後、島田紳助さんの言葉なんですが、世界中に学校は何十万と必要だけれども、たった一つでもないよりあった方がいいという言葉で、自分一人で世界中の人々を笑顔にすることはできないんですけど、自分が行った活動によって笑顔になってくれる子はいると信じています。お力を貸していただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。はい、田中宏さんありがとうございました。それでは4分間の審査員からの質疑応答タイムと入らさせていただきます。審査員の方、質問の方あればお願いいたします。はい、じゃあ正雄さんお願いいたします。これなんで行くんでしたっけ。きっかけはそのテレビを見てて、向こう行って何するんですか。向こうでは、ダンスを教えて、その音楽が聴けない状況である子どもたちって多いと思うので、その子たちにその互いに音を奏でながらダンスはできるっていうことを教えに行きたくて、その例えばこういう音鳴らしてって言ったらこういう音鳴らしてくれてる、その隣の子はこうやって踊るとか、そういうのを教えたくて。それ貧困地域の子どもたちにダンスを教えたい。そうです。貧困な時ってダンス習いたいんですかね。その企画では、いや、あなたの企画ですよね。そうですね、あなたが行くんですよね。はい、行きます。で、貧困地域にダンスが必要なんですかね。貧困じゃなくなるためにダンスは確かに必要じゃないんですけど、笑顔になるために必要だと思って、その楽しそうな姿を見て自分もそのようにみんなを楽しませたいと思ったので、この企画を考えて自分が行って楽しませたいなと思いました。ってことは向こうは楽しんでないからってことですよね。いや、楽しんでないわけではなくて、さらにそれは貧困だから苦しいからダンスで笑顔にってことですか。いや、貧困で苦しいわけではないんですけど、そのまだ知らないことに出会うのってすごい楽しいと思って、その
その自分でそのきっかけを持ったそのテレビ番組では、その例えばサッカーが得意だったらサッカーを教えに行く、でその子たちはまだサッカーというものに正式に出会ったことがないからとても楽しいっていう、楽しくて、テレビを見てテレビみたいなことをしたいってことでいいですか？あなたの企画がいいんですよ、俺が聞いてるのは。テレビを見て、テレビのような企画をしたいというか、まあ、きっかけをもらったのはテレビなんですけど、その私はそのまだダンスに出会ってない子たちにダンスを教えたら、そのダンスって自分が行った期間じゃなくて、帰ってき日本に帰ってきてからもその子どもたちはダンスで遊んでくれると思っていて、そのダンスが、まあ、一つの遊びじゃないですけど、ダンスを知らない子にダンスを教えて楽しんでもらいたいってことですか？そう、まだ出会ったことない、まだ出会ってない、まあもう知ってる子もいるかもしれないんですけど、まだ出会ってない子たちに、そのこういうダンス楽しいものがあるよっていうのを教えて、ってことはダンスを知らない人たちにダンスの楽しさを教えたいってことでいいですか？そうです。これは貧困地域の子どもたちっていうのはなんでついてるのかなと思って、そしたらダンスを知らない子たちにダンスの楽しさを教えたいだったら分かるんですけど、貧困地域の子どもたちっていうふうにくくってるのはなんでだろうと思って。日本って今どういう状況です？今7人に1人は子どもが給食費を払えない先進国ながらに貧困な国なんですよ。日本でもできそうな感じがしますが、むしろ日本でやってもらいたいなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、あとちょっと時間おっしゃったね、あと1名ほど質問あれば、よしき君、じゃあ最後に一言いただいていいですか？つまりその、もうここ本当にここに行きたいからっていうよりは、本当にその、音がなくても自分たちで作り出せて、それでダンスで楽しめるんだよっていうことを、まあ、その貧しい地域に行って伝えたいっていうことでいいですか？はい、それでここで指定されてるのではなく、まあその行ってそのこれだけで終わらすのではなく、その自分が社会人になってもその他の国って言ってどんどん続けていきたいなと思ってます。継続的に、はい、はいはいはい。そのきっかけをくれたのがそのテレビ番組とそののっぽクルーで、そうです、はいはいはい、そこから考えるようになったと。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、以上で質問タイム終了とさせていただきます。田中ひよりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで田中ひよりさんの、夢と100万円の使い道についてだったんですけど、もう正雄さん攻めが久々に見れて興奮しました。ありがとうございますマイク振ってあげていや、なかなかセンシティブな題材をさらっとやるなと思って、はいはいはい、はい、うん、なんかそのテレビで見た貧困のところを救いたいっていう、まあまあ若いからしょうがないのかな、なんか浅いなと思っちゃって。なるほどですね、厳しいお言葉ありがとうございます。でものっぽクルーのパフォーマンスは実際ね、ブルームオブユースで、自分も見させていただいたんですけど、めちゃめちゃすごくて、まあ単純にその楽器だったり音楽を聴ける環境がないところでもこのやり方だったらダンス楽しめるなっていうのは事実として自分もいいなと思ってて、はい、あとはまあそこですね、どこに行くのか、何のために行くのか、果たして救うべきはそこなのかみたいなところは、もしかしたら考えていかなきゃいけないところなのかもしれません。はい、ということでいよいよあと残すところ、2名となったのですが、このまま一気に行ってしまいましょう。続いての候補者の方はこちらです。河村海司、22歳、東京出身です。笑われるというか本気にされないこともあるんですけど、本気で愛があれば世界は平和って本気で思ってるタイプで、もっと愛にあふれてる世界を見たいというか、ストリートダンスはその力を持ってると思ってるんで、動こうというかこういう風にしたらいいのになみたいなものがあったので、それがきっかけというか理由ですかね。人の話聞いて、やっぱ夢めっちゃいいなって思いました。どれもめっちゃ素晴らしかったし、でもなんかそれを自分は その人たちを殺すこともなく、むしろより活躍の場を広げられるんじゃないかなっていう思いもありました。人に共感させられるという自信はあります。
今まで自分が思い描いてきたものを素直に伝えて、自分の夢に共感してくれる人がいれば嬉しいし、共感してもらえるように素直に自分の思いをまっすぐ伝えようと思います。はい、それでは川村海二君、3分間のプレゼンタイムとなります。ではどうぞ。川村海二です。よろしくお願いします。私の将来の夢は、教師になって自分がストリートダンスで得た経験やストリートダンスでの出会いを生かして、子どもたちにさらなる可能性を広げられるような指導者になることと、そういった子どもたちを増やすことです。そのために自分は日本一周というのを今回の100万円の使い道に選びました。で、なぜ日本一周が自分にとっては必要なのかというと、大きく言うと、自分がそれとダンスを経験して、顧問など学校で顧問をやっている人たちと直接会って会うことで、文化の多様性をまずは知りたいということと、教育者と全国の教育者とつながることで、全国からこのストリートダンスのさらなる発展に向けたムーブメントを起こす可能性があると考えたからです。で、資料に載っけたのは2つ大きくテーマがあって、1個目はグローバル化と、日本人としての私というテーマにしました。で、グローバル化というのは、近年日本でも、やっぱ広く聞く言葉であって、それによって海外に行ってみたい、英語を喋れるようになりたいという児童も増えていると思います。一方で今のグローバル化っていうのは、自分の直感なんですが、すごい外国化をグローバル化と呼んでしまっているのではないかという気持ちがあって、日本人としてグローバル化を意識するならば、日本人としての良さを海外に発信するというのが本来の日本人としての在り方ではないのかなと思っています。そのために自分が日本を一周したら、まず自分は日本の文化の多様性を自分の口から語れる人間になって、その経験を子どもたちに伝えていきたいと思っています。で、2つ目、教育とストリートダンスの関わりという分野なんですが、今
学習指導要領、文部科学省が出している学習指導要領には、ストリートダンスという文化において現代的なリズムの音楽、踊りというふうに定義づけられています。これはヒップホップというのが教育に入ってきた、なんて入ってきたのは事実なんですが、それによってダンスのスポーツ化が進んでしまっていると思っています。ダンスというものは本来僕にとってはアートであって芸術だって、ライフスタイルであると思っています。だけど今ダンスを始めようとする子はダンススタジオに行けばダンスが始められる。ですが僕たちは本来街中である BGM も一個の、音楽の要素として街中でも踊ります。そういう人が増えていけば自分はストリートダンスがスポーツとしてではなくライフスタイルとして、自分が死ぬ時にはそのライフスタイルとしての経験を得た子どもたちが広くいることによってダンスがさらなる発展をできると思っています。以上です。はい、ありがとうございました。川村海司君でした。それでは4分間の質疑応答タイムに入らさせていただきます。審査員の方々、質問の方をお願いいたします。はい、ルーさんお願いいたします。はい、お疲れ様です。素晴らしかったです。そうですね、私もこう東北のダンス授業、学校のダンス授業などをこう行ったこともありますし、東北6県を派遣したりなどもしてるんですが、やっぱりこう学校の体育の先生がダンスを教えるって本当に限界があって難しいと思うので、どういうやり方をしても子どもたちの方がちょっと踊れてしまったりとか難しいような状態が続いているので、こうやってこうダンスを本気でやられている方がそういう愛を持ってダンスを広げてくれる、ダンスが授業に入っているので、こうみんなにいい形でダンスが広まるということがとても素晴らしいなと思いました。でも本当に一人だけの力だとどこまでそのダンスの授業を豊かにできるかってことがとても難しいと思うんですけど、そこはどういうふうに考えてますか？と映像の中でも言ったんですけど、自分は自分の思いを相手に伝えてその人に賛同してもらう力があると思っています。なので全国に行った時にその人たちのつながりを作って、その人たちが、分かりやすく言えば46人、自分入れて47人とそのダンスの教育っていう分野においてやっていくとともに、今までダンスで培ってきた人間関係だったりをストリートダンスの場で活かせたらいいなと思っているので、教育とストリートダンス2つの観点からストリートダンスについて考えられる場を作ろうと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、よしきくんお願いします。理想の講師の姿っていうか、海司くんが目指す、その理想の講師、はい、どんな感じですか？ちょっと今回の件には離れちゃうかもしれないんですけど、僕は卒業生が、なんか海人に会いたくないって言って会いに行きたがるような先生になりたいと思ってます。それが僕の掲げる講師像で、子どもとの距離は近く、子どもの柔軟な発想だったり可能性を潰さずに、僕はこういうふうに思うよとかいろんなアドバイスをしてあげるためにも、いろんな人の考えだったりいろんな地域性を知りたいと思ってます。なるほど。なんか分かんないですけど、こう俺だけかな、なんかすごいあったかい感じがするというかなんかすごいいい人な感じがする。いい日焼けしてますし、あ、いい日焼けしてるし、いやマジでなんか本当に、あ、でもしかもその講師になるっていうのはもう決まってるんだよね。はい、そのために今自分は東京学芸大学っていう教育に、特化した大学に通っています。ちなみにその小中高ってあると思うんだけど、専門学校も含めどこの？高校です。あ、高校の講師に。なるほど。いや、高校行ってたらぜひ海司君に先生になってほしいと思います。嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他質問いかがでしょうか？松尾さんお願いいたします。具体的に日本一周で、何をされるんですか？僕は、今ダンスやってるので一県に一人ってイメージで、ストリートダンサーと教育に関わる、例えば顧問をやっている先生とか、その人がダンスをやってなくてもいいんですけど教育者としてダンスに関わっている人と会って、インタビューというか話をして、そこでの情報を自分から
また他の人に発信するために使ったり、そういう人との出会いを作る日本一周にしようと思っています。じゃあもう、じゃあなんとなく47都道府県には目星をつけてて、はい、この人はここに行くとここの人がいると、はい、会いたい人はいます。なるほど。それぜひ動画にまとめて見てみたいです、ね。はい、それを一応ドキュメンタリーというか一人のインタビューをデータ化してメディアに載せて、日本全国の人がそれをいろんな県の様子を知れたりとか、そういう場を作ろうとも思っています。あ、いいと思います。はい、以上で4分間の質疑応答タイム終了させていただきます。河村海二さん、ありがとうございました。はい、ということで、爽やかな、青年河村海二君の、プレゼンでした。いや本当にその教師になるっていう話を聞いてて、インタビューに僕ら行った時が呼ばれた場所が、多摩川の河原沿いで、もうガチガチの金八先生だったんですよね。でも本当に黒い肌と爽やかな笑顔が似合う、絶対いい先生になるなっていうことは僕もすごく、確信してます。はい、ということでいよいよ次が、最後の候補者になります。最後締めていただきますのはこちらの候補者です。金子美優です。大阪出身です。20歳になりました。この人を見た瞬間、あ、自分の大会やと思ってもうすぐエントリーしました。自分のダンスは誰かのためにやりたいと思っとった時にこの企画を見つけて、自分のダンスと将来の夢をとりあえずぶつけに行こうかなと思いました。万谷香穂です。美優ちゃんとは大学の同級生です。いつも元気でなんか味方になってくれて、絶対裏切ったりとかはしないし、みゆちゃんがこのプロジェクトに参加するって聞いた時はみゆらしいなって思いました。あ、出会った時からもうこの夢があって、ダンスを通して笑顔にしたいっていうことをもうずっと言い続けてるんで、夢を追いかける人にぴったりだと思います。去年行ったインドではもうそこでインドの子供たちがやばすぎて、なんか初めは全然個性とかなくてシャイで喋らんくてみたいな感じだったんですけど、音楽かけた瞬間もう全員バコードレスバリグルービーやって、自分がやりたいダンスってこれかもしれへんと思って、もうあとはもう自分の今までやってきたダンスと、もう自分の思ってる気持ちと夢をもうとりあえずもう続けるだけやなと思ってるんで、自信的にはあんまりないんですけど持っていきます。それでは3分間のプレゼンタイムに入らさせていただきます。金子美優さん、よろしくお願いいたします。金子美優です。お願いします。私が持つ大きな夢は、世界中の子どもたちとダンスで一つの作品を作り上げたいです。で、なぜそうなのかというと、
その踊ってる人たち、そしてそれを見てくれてる人、一人でも多くの人にダンスを通して笑顔になってもらいたいです。大きな夢である世界中の子どもたちとダンスする作品を作る前に、私はこの以前映像に流れてる以前行ったインドへもう一度行き、そこの子どもたちとダンスで作品を作り上げたいです。なぜなら私がこの行ったのはスジャタ村っていう村で、一日一食ご飯が食べれるか食べれないかっていう状況で生活している子どもたちがたくさんいました。ですがここの子どもたちはとってもダンスが大好きで、何よりもこのダンスをしている時間、このダンスをしている瞬間、とっても楽しそうでした。そこで私はそのみんなに少しでも多くの時間ダンスを通して笑顔になってもらったり、それがいい思い出になってほしいと思いました。そしてこの子たちをもっといろんな人に見てもらいたいし、知ってもらいたいと思いました。ですが今このインドはコロナで3月にロックダウンされてしまい、今この8月末ですがロックダウンが続いています。そしてで私が今すぐに行くことはできないです。ですがその中でも私がみんなを笑顔にできる方法は何かないかなと考えた時にこの企画を見つけました。私が今日ここで今までやってきたダンスをぶつけて夢を語って、それを審査員の人に届いて、私がもし優勝することができればその賞金はこのインドのみんなのために使いたいです。私が今できる一つとしては募金をします。その募金はそのここの学校を無償で運営されていたりゲストハウスを運営されている日本人の優子さんという方に直接寄付することができ、その方が村の人に必要なものや足りないものに変えてくれます。例えばこの学校の通う子どもたちは65人います。その子たちに給食を食べてもらうことができます。そしてこの子どもたちの各家庭などにも米やジャガイモ、石鹸など今みんなが必要としているものを優子さんを通して配ることができます。そしてこの学校の運営費が今大変厳しい状況になってきてるみたいなので、私はそのお金にも使ってもらいたいです。で2つ目は、私がもしインドへ行けるようになった時に、子供たちはその村の中でしか生活できてないので外の様子を全然知らないです。なので私はバスをチャーターしてこの子供たちを遠足へ連れて行かせてあげたいです。そこでまたみんなとダンスをし、そこでみんな作品を作って、子供たちにとってそれが一つのもう素晴らしい作品になることを願って、子供たちに笑顔があふれたり素晴らしい作品になって、それを発信することでより多くの人に見てもらえるきっかけにもなると思います。私がインドに行った時にみんなからたくさん与えてもらうものばっかだったので、私が行った時に倍のものを恩返ししたいです。そしてこのインドの子供たちはきっと今待ってくれていると思います。私はそのみんなの思いも込めて今日ここに挑戦しに来ました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは4分間の質疑応答タイムに入らさせていただきます。審査員の方々、質問の方をお願いいたします。いや、今100万円をもらってどう、公務の前にちゃんと自分で行動して行って経験してっていうのが俺は普通にすごいと思いました。なのでこれを、もらえるかもらえないかわからないですけど、この活動をどんどん今聞いてていいなと思ったんで、どんどん続けてほしいなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。多分インドにこだわる理由って、多分一回行ったから愛を持っちゃってると思ってて、直接会ってるから、だからこそなんかその愛をなんだろうな、もっといろんな、そのインドだけにこだわらずいろんな各地域、それこそ日本だったり、なんかそういう風な、なんだろうな、変えられるパワーはあると思う。それはすごい伝わってきたので、もっともっと、いろんな、インドにこだわるのは分かるんだけど、もっといろんなところを調査っていうか調べて、今やってる活動を広げてもらいたいなっていうのが、自分の単純な気持ちですかね。ありがとうございます。一ついいですか。その100万円をもらった時の使い道はインドにしようと思ってるんですけど、その私まだ大学2回生なんで、その卒業してからは世界に広げたいなと思ってて、その間に大学生の間にバイトして、一生懸命バイトしてお金を貯めたお金でもう回れる国、私アジアから攻めたいと思ってて、そのアジアから攻めていきたいなと思っています。すいません。はい、ありがとうございます。例えば自分でボランティアグループを設立したりで、自分なりのその貧困の子たち、日本も含め全世界にいる人たちをなんか笑顔にできるプロジェクトとかを立ち上げたいとかいう気持ちも聞けたら、なんか俺はすごい個人的にグッときたかなっていうのは超あって、ただでも実際にインドに行ってね、そういう触れ合ってきたっていう、
それ自体はもう素晴らしいことだなって思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ということで4分間の質疑応答タイム終了とさせていただきます。金子美さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上で10組、全ての候補者のプレゼンが終了いたしました。この後審査員の、皆さんに審査に入っていただくんですが、ここまで今率直な感想をお聞きしたいんですけど、どうですか、正雄さん、10名の方をプレゼン、熱いプレゼンを聞かれて今の感想をいただけたら。そうですね、まあ、事前に行動している人と、まあ、もらってから行動するっていう風な感じが、まあ、二極化したなと、っていうところで言うと、本当に持っていたものなのか、もともと持っていた考えなのか、これがあったからその考えを出したのか、もしくはたまたまそう、まともと考えたけど行動に移す前にたまたまこのチャンスが来たのかっていうところでも、ちょっと評価が変わるのかなっていうふうな感じです。なるほどですね。いや、でも全員、まあ、10名見てみて、まあ、この年齢にしてはすごく考えてるなっていうのが実際率直な意見で、だからこそなんかもっともっと詰めてあげたいなっていう、気持ちにはなりましたね。すごく気持ちわかります。二次面接僕全員ここに落ちた子含め30人かね、やったんですけど、すごくなんかこうもっとこうしてしたらいいのにっていうアドバイス、めちゃめちゃ親心みたいなの芽生えちゃって、そうですね、なんか多分同じ今気持ちになってると思います。そうです、はい、サポートしたいなとそうですね、はい、よしきくんいかがでしょう。はい、そうですね、なんかこうやっぱもうまっすぐこうズーンってくる、やっぱダンスコンテストもそうなんだけど、そのダンス上手い下手よりもなんかこう気持ちがこう伝わってくるプレゼン、そしてダンスをされた人がやっぱなんかこう応援したくなるというか、まあ個人的にですけど、やっぱそういう子がどんどん増えてってほしいなってすごい思いますし、夢を持つ子がなんか減っちゃってるっていうのもすごい聞くから、なんか今日いろんなこの10名だけですけど、こうやってまあ自分の夢含め考えてることをこうやって共有してもらった場、すごいなんか良かったなと思って、まあちょっと審査は難しいと思うんですけど頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に YOSHIKI さんと同じで、なんかこうダンスの上手い下手とかもあるんですけど、まあ、結局本当に素直にこう伝わってくるか伝わってこないかってところがすごくこう全体を通してあって、本当に心から思ってるか、ずっと思ってたか、それを行動に移してたかとか、なんか全てがこうやってつながってくるなって思ってたので、こう今最近頑張ろうとしたではなくて、もう多分ずっと長年頑張ってきてこういう夢があるって子って本当に強いなって思うので、やっぱこう思い続けたりとかやり続けることってすごく大切なことだなと思うので、まあ、誰になるかは全然わからないですけど、もらえたとしてももらえなかったとしても、今ここまでこう考えたり自分のことに向き合った時間をなんか大切に絶対続けてほしいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本当今の若い子たちはなんかすげえ自分のことじゃなくて人のことだったり周りのこと考えてる人めちゃくちゃ多いなと思ってたのが一つだと思います。で、あとやっぱこのね、メンバーで今回の100万円をね、あげるのを決めるんですが、まあ皆さんのこのプレゼンも多分ちゃんと今その100万円をもらったらやりたいことだから、全然否定はしないんですが、なんかもっと若いんだから自分のこと考えればいいんじゃないかなと思って、で自分に100万円使って、でそれでいっぱい成長して、ね、失敗して、ね、どんどんなんつうの経験した上でなんか人のことをやってもいいんじゃないかなっていうのを正直思いました。はい、以上です。なるほど、めちゃめちゃ熱いお言葉刺さりました。ありがとうございますありがとうございます。ということで、いよいよこの後、審査の方始まりますので、一度、審査員の方々は審査室の方にご移動をお願いいたします。ということで、いよいよこの後結果発表です。はい、とりあえず、エントリーナンバー1番から10番までの、まあ、ちょっとなんかみんなの感想をこう、うん、言い合いながら最終的に誰にするかを決めていきたいなと思います。
どこを見て何をするかを決めないと決めた方がね、うん、そう多分そのダンスがメインで見るのか、はいはい、そのプレゼン企画の方を見るのか、まあ、それの合いの子なのかっていうところを軸を決めるとこれ、うん、そうですね、ダンスを褒めて企画を褒めて終わっちゃいます。まあ、なんか結構難しいなと思って、やっぱなんかゴール地点が見える子がいいっすね。見えてる子、うん、こっちも見える、うん、もう決まってます。実際ぶっちゃけ俺はね決まってる決まってるもう決まってる、うん、その投資の先が面白そうだなが面白そうだよね、うんうん、そうですね、うん、そうですね、そんな世界を私も作ったんだな、うんうん、下克上ってつまりそういうことじゃん、はい、ダンサーが会社作ってああいうことやったとかさ、リーの活躍もそうだし、うん、ルーチャーのもそうだし、なんかそういうふうなやっぱ選択肢が増えていかないとさ、ダンサーって、うん、確かに、思うとそれがなんかそうっすね、ストーリーとして面白いなと思って、うん、ダンスの好きは、ね、うん、めちゃくちゃ良かったです。100万なくてもできる話なのかなっていうのが初感、うん、まだ若いし、ね、あの経験すれば多分もっといいなと思う、うん、あの子は多分100万なくても行くよね、うん、そうですね、あのメッセージと気持ちよく渡せそうですね、そうっすね、なんか出てくるかもしれないですよね、この放送を見て、うん、そうだね、あこの子面白い、うん、いや、そういうのあると思う、うん、ありそうっすよね、うん、決まりですか。おー、100万円はじゃあ決まりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり超緊張しましたね。けど、まあ、でもできることはやったんで悔いはないです。最善は全然尽くせたので、まあ、取れそうって言っときます。審査直後は楽しかったって気持ちでした。このまんまの自分でぶつかろうと思って、芸術活動を広めたいってところにあることがなんか企画内容に言っちゃって伝わりきってなかったら心配です。結構予想と違う質問をされたりしてちょっと困惑したんですけど、結果がどうであれ言った気持ちは変わらず言いたいです。やっぱり最後まで全力でやって諦めずやった結果なので、やっぱりその悔いは残ってないし楽しく終われたと思います。やっぱりその自分が思っている以上の方に支えてもらって応援してもらえたからこそここまで自分が来れたと思うし、やっぱり今後ももし100万円が取れなかったとしても自分の夢を諦めず、これからも自分なりに自分らしく頑張っていきたいと思っています。やりきったっていうのと、とりあえず踊った後すぐ喋ったんで疲労とやりきった感で、はい、もうそうすっきりした感じです。自分が夢言ってもっとなんか質問めっちゃされるかなと思って、めっちゃなんかそれが一番怖かったっていうところがあるんですけど、案外褒めてもらえたりしたところもあったんで嬉しかったんです。はい、今日の結果はどうあれ、今後も夢に向かって頑張っていきます。よろしくお願いします。まあやっと終わったなっていう感じがでかかったです。やっぱり今回のダンスを踊ったのはやっぱり自分の昔の自信なかった自分を美しくなかったって思ってた自分と、あと今その自分の良さに本当の良さに気づけてない人々とか、あとその自分を変えてくれたダンスに感謝して、自信のない人々にと美しいですよって伝えたいのと、ダンスに感謝の気持ちを込めて踊れました。終わったっていうちょっと達成感っていうのと同時に、とあこここう言えばよかったなとか言い方だったり、あちょっと後悔かなとは思ったんですけれども、本当にその根本的に自分が言いたいなって思ったことは言えたのでよかったんじゃないかなって思ってます。ひとまず、まあ、終わったことにホッとしています。こういうことが起きないと地方の方の同世代と出会えなかったので、みんなに出会えたことが嬉しくて、それだけで挑戦してよかったなと思いました。
なんか普通にこう僕はこう全国を回りたいって言ってるいるのが夢だったから、今回この最終選考残った人たちとこう地方の話とかできるのもすごい楽しかったし、なおさらなんかみんなの地域に次は自分が行って交流したいなって思いました。楽しかったです。でもうちょっとハードルを上げて考えて言ってもよかったかなというふうに思いました。私的にはなんかその優勝というか、まあその100万もらうのも大事だと思うんですけど、その自分でもまずもこの企画に挑戦することに今意味があるかなってめっちゃ今回思いました。なんかもっとこうしたいな、ああしたいなとか考える時間も増えて、まあ自分のためにもめっちゃなったかなって思いました。なのでもうこの企画には感謝です。ありがとうございます。いや、出てきていただいたんですけども、もう噛んじゃった、緊張してます俺も。はい、どうですか。じゃあ修理君、今の気持ちちょっと聞いてもいいですか。いや、もう心臓バクバクですね。心臓バクバクですよね。もう俺もやばいです。じゃあリナさん、どうですか今の気持ち。いや、めっちゃ緊張してますね。みんな緊張してるということですね。でももう泣いても笑っても、結果がもう出てしまっているということ、ね、ことなので、ついに結果発表に移りたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、はい、ではそれでは燃えろプロジェクト優勝者の発表をさせていただきます。優勝者はこの方です。エントリーナンバー9番、川村海二さんです。おめでとうございます。一歩前にこちらにお願いします。それでは優勝者の海二さんには、よしきさん、のっちさんから100万円のウィナーボールが贈呈されます。おめでとうございます。はい、カイジさんおめでとうございます。今の心境をお願いいたします。めっちゃ嬉しいです。あ、ごめんなさい、なんかこの企画に応募しようと思ったのも、自分が思い描いてた夢が、その他の人、今現在シーンに影響を与えている人たちにどう映るのかなっていう期待もあったので、すごい評価していただけたことはすごく嬉しく思います。ありがとうございます。改めまして川村海二さん、おめでとうございます。ちょっとそうですね、きっと悔しい思いした方多いと思うんですけど、じゃあちょっと残念ながらというか、惜しくも優勝を逃してしまったんですけど、アロイ君、今の気持ち伺ってもいいですか。あ、悔しいですけど、ま、悔いなくやれたんで、ま、大丈夫です。大丈夫そう、完全に大丈夫そう。じゃあそのまま隣、さくらちゃん、どうですか今の気持ち。一次予選の時からこの動画とか見ててすごいなと思ってたので、やっぱりもうちょっと楽、すごく楽しみ。え、違います。まあやっぱり悔しい気持ちはありますけど、でもすごい夢の持っている方がやっぱり一番いい方が評価されたので、すごい尊敬の眼差しを持って、もっと学ぶものをあると思うので、そこも盗みながら頑張っていけたらと思います。なるほど、ありがとうございます。一緒にあのね、ライバルの候補者も応援したくなるような夢を持ってたということで、素晴らしいことだと思います。改めましておめでとうございます。はい、ということで、審査難航したと思うんですけども、審査員の方から、最後に総評いただきたいと思います。ではあちらから正雄さんから、最後一言お願いいたします。まずはカジ君、優勝っていう形だとは思うんですが、決してそのなんだろうな、みんながダメだったってことではなくて、これ夢の話だから、夢に向かって、じゃあ100万を投資するに値する人は誰かなってことで、夢がダメなんては決してないので、そこだけ間違えずに、夢はこれを100万なくなったら夢を捨てるっていうのは、まずそれ夢じゃなくなっちゃうんで、そのまま続けてもらって、できることがあればサポートしたいなと考えています。はい、正雄さん、ありがとうございました。
それでは続いて、ファビュラスシスターズからリュウさんの総評をお願いいたします。はい、お疲れ様でした。おめでとうございます。そうですね、この企画がなかったら自分の将来のことだったり自分が何をしたいのかとか自分と向き合うことが多分そんなにこんなに時間をみんなも割かなかったと思うし、この企画によって本当に半年後1年後が本当にこの9人10人みんな本当に変わると思うので、こういう機会を常に大切にするのと常にこれからも自分と向き合って自分のためにもそうだし、関わる人のためにとか思いながら頑張ってやっていってほしいなと思います。あと絶対にその思ってたことを続けて、形になるまで、はい、頑張ってほしいなと思います。ありがとうございました。ゆうさんでした。ありがとうございました。それでは続いて、D さんの方から、本日は、長丁場お疲れ様でした。ね、いや本当に愛をめっちゃ感じて、みんなが思うそのビジョンだったり夢だったり、ね、本当にすごい良かったです。今日久しぶりのお仕事だったんですけど最高に楽しかったです。で本当はね個人的にはアロエ君に俺はあげたいと思ったんですが、ちょっとねこのまま引き続き頑張ってかっこよいダンサーになってください。本日ありがとうございました。リーさんでした。ありがとうございました。それでは続いて、HDR のっちさんから総評の方をお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、いや燃えろ、まあ、企画をこうやって、まあ、株式会社 GK エージェントさんと一緒にやらせていただいて、いやもう本当に燃えろにふさわしい熱い熱い夢を皆さんに聞かせていただいて、逆にこちらが学ばさせていただきました。なので皆さんありがとうございます。はい、でまあ、カイジ君も本当におめでとうございます。で、まあ、みんなの本当に夢も一人一人本当にすごい良かったんで、今後違う形でもサポートできたらいいなって本当に思ってます。はい、次世代を頑張れということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。のっちさんでした。それではじゃあよしき君こっちの、はい、最後にじゃあよしきさんの方からコメントいただきます。はい、カイジ君おめでとうございます。はい、校舎の皆様も約2ヶ月間本当にお疲れ様でした。なんかコロナの、まあ、タイミングで多分みんな自分と向き合うすごい時間が増えて、いろいろなことを多分考えたと思うんですね。この見てる人もそうだと思うんですけど、そんな中で、まあ、HDI のっちから、まあ、こういう企画をやりたいとで言い出された時に、いやもう今やるべきだなってすごい思って、で自分たちも下克上自体も GKKJ もすごい大変な時期なんですけど、でもこんな時だからこそダンサーのために何かしたいと思って、この燃えるプロジェクトを HDI と合同プロジェクトとして今回やらせていただいて、本当にやってよかったなと思ってます今。はい、こうやって決勝で、まあ、僕とのっちゃんも一次予選から、まあ、本当に100名200名近い校舎の、まあ、熱い思いだったりダンスを見て、いろんな思いがある中で今日決勝の10人を見て本当に感動しました。はい、もう誰がいい誰が悪いとかじゃなくて本当にみんな良かったです。はい、その気持ちをここで発表するっていうことが本当に素晴らしいと思うし、挑戦できたことが、挑戦してくれたことが本当に感謝です。はい、この、10名の、ダンス、そしてプレゼン、思いを聞いたこの皆様が何か感じて今後行動に移してくれたら僕はすごい本望です。はい、下克上で時代の、まあ、プロジェクトとしてはすごいそれが一番大きいので、ぜひ皆さんこれ見ていただいている皆さん、何か起こしてください自分で。はい、それをきっと見てくれてる人がいるん で、はい、で見て感じた人が多分今回落ちちゃったけどみんなのことも応援したいと個人的にも思うし、みんなもそうやって審査の話の中で出たので、やっぱそういうことだなって確信しました。はい、今回はカイジ君優勝おめでとうございます。ありがとうございました。よしきさんでした。ありがとうございました。ちょっと一つだけ僕から質問いいですか。カイジ君が勝った決め手がもしあれば教えていいか。もう入場してきた時から本当にこう思いがあるんだなっていうのがすごい伝わって、俺コメントでも言ったんですけど、なんかこうあったかい
なんか愛にあふれた感じがすごくそこに座っててすごい伝わってきて、でなおかつその企画自体も本当に熱いで、自分が講師になってそれをみんなに伝えたい、もう素晴らしいことだなと思うし、なんかその伝わり方が人と違ったのと、まあ、投資っていうプロジェクトなんで今後につながっていくっていうことを考えたらカイジ君だったっていう、これは本当に満場一致で、もちろん、先のことを考えずにダンスだけ見たら違ったかもしれない結果は、でも本当に、今後のことを考えて投資するっていう意味ではもうカイジ君しかいないなって思いました。はい、納得です、ありがとうございます。きっと皆さんも気になってたと思うんで、はい、代弁して聞きました。でも本当になんか僕個人としての、まあ、感想になっちゃうんですけど、なんかこうみんなの夢も本当に非常に素晴らしくて、僕も聞いてワクワクしたしドキドキしたんですけど、なんかこの企画がまさにコンセプトとして一番応援したいと思った人に100万円っていうことだったんで、その夢を叶える上でこう応援される力みたいな、人を応援させてしまう力みたいなところもすごくこう自分の夢を叶えるために必要な力なのかなと思って、きっと今日それ一番強かったのがカイジ君だったのかなっていうことだと思うので、まあ、僕もすごい勉強になったんで、これからに僕も生かしてきたし、皆さんもぜひきっと応援してくれる人見つかると思うので頑張ってもらえたらと思います。ということで、改めまして、厳しい戦いを制して、100万円を見事勝ち取ったのは川村カイジ君です。おめでとうございます。以上で燃えろプロジェクトは終了となります。今後も、若いダンサーに夢を与えていけるよう、GKKJ、HDI ともども、頑張っていきますので、ぜひ今後も企画楽しみにしていてください。いつかどこかでお会いしましょう。それではありがとうございました。なんかまだあんまり実感ないですけど、ほっとしました。嬉しかったです。自分が来年もまだ学生なので、夏休みと冬休み、今年来年の2月と来年の8月に分けて東日本と西日本というふうにしたいと思います。ちょっと一気にだと自分が教育実習の関係で一気には回れない可能性があるので、休み、長期休みに分けていけたら、自信はありました。はい、あけど、なんかその自信っていうのも、僕がこれを取れたら、まあ、全国にいる今日一緒に会えた、まあまあ、ファイナリストって言ったら分かんないですけど、の人たちにも会いに行けるし、なんかプラスになることがどんどん広がっていくっていう自信があったので、価値のある、自分に投資する価値はあると思ってました。ありがとうございます。